ここは時間も空間も超えた私の宇宙。誰？よく来てくれました。いやー、というわけで今回やってきますよ。よく来てくれましたって、いや歓迎されてますね。すっごい眩しいですね。多分校長先生のハゲ頭並みに眩しいね。私はアルスです。え、あなたたち人がそう呼ぶ、え、会話できるんですか。え、これ三輪さんボイスで呼んでこなきゃ困るよ。映画の先生は三輪さんだったからね。黙れ小僧とか言ってきそうだけどね。あなたの顔をよく見せてください。あ、これキャラーボイスで作り？自分で顔つける。まあ、いつものガングロできますよ。まあね、先祖だかんね。なんと呼びましょう。あ、ちなみに名前はもう決まってます。ちょっと入力していきます。いや、というわけでね、今回ではね、みんな、俺ね、ウルセウスで行くわ。そう、アルセウスと俺の名前をね、足したやつ、と思いきや、なんと違うんですよ。そう、アルセウスって要はまあ、創造神なわけじゃん。創造神、アルセウス。そして俺は、創造神、ウルセウス。そう、まさしく、うるさいとウルセウスをかけた、高度なダジャレってわけでね、いやー、完璧なネーミングセンス。これは間違いない。とにかくウルセウスやっていきます。よろしくお願いします。創造神、ウルセウス、ウルセウス。いやー、アルセウスでウルセウスって言われてる。どういう気分？あなたがこれから降り立つ世界には人がポケモンと呼ぶ不思議な生き物たちがいます。あ、そっか、まだポケモンと共存してない世界なんだっけ。で、どうしろと。何、ウルセウス。いやー、そんな連呼されると困りますよ、ほんと。何、全てのポケモンに出会うのです。その時また姿を見せる。これ全部ポケモンでやらないと先進めないタイプ。時間ない俺からしたらちょっと拷問なんですけど、それちょっと眩しい輝きが失われていくよ。あー、まつげ茂る暗黒の世界へ行こう。というわけでね、始まるのかなこれ。あー、どこ、なんかすごい現代風の格好だけど、あれ、もしかしてあれ俺現代世界が強制的に連れてかれるのこれ。いや、暗黒の中漂ってるよ。あ、なんかスマホあるし。届かない、俺のスマホ。いやー、いや、俺のスマホ返してよ。情報がないと何もできない。何、眩しい。何、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 囲まれてる。あー、包まれてる。スマホどっか行ったよ。包まれたよ、アルセウスに。あー、アルセウス先輩。何、スマホに入んの、アルセウス。まさかスマホと人員一体すんの。いやー、アルセウスの過去があったスマホって何？世界最強の人員じゃん。想像の前に破壊ありだよ、これ。想像の、いや、想像の前にスマホありなのかもしれない、これ。どういう状況だ。いや、アルセウス。てか、アルセウス、なんで俺たちをここの世界に派遣したの？それもなんか今後わかるのかな。で、アルセウスが主役って激アツだよね。はい、ポケモンレジェンズ。アルセウス。そして俺の名前は、ウルセウス。いや、いいんだよね、どうでも。ごめんなさい、ほんと。あ、ロード画面なんか右下かっこいい。なんだあれ、ダークマター。なんかよくわからんが。でもあれ、アルセウスなんかエネルギー出たよね。ウェイクアップ、ザ・ヒーロー、仮面ライダー RX。ウェイクアップ、うるせえな。な、おお、囲まれてる、ご三家にいきなり。なんすか、なんすか、生きてますか、生きてますとも。うわ、ちょっと怖い、この三匹囲まれてて。この世界ポケモンとまだ共存してないのに、なんでこの人共存できてんの。黒幕なんじゃねえの。現代な格好。こんな浜辺に倒れたら、それは驚くわ。でも、この博士の人も割と現代の格好。と思ったら、結構バグ、なんかあの、なんか天眼座みたいなとこやばいよ。なんか時空の歪みできてるよ。空から落ちきて驚きましたが、よかった、生きていますね。あ、起きてますよ。誰ですか、ほんと誰ですか。それはこちらのセリフです。空から落ちてくるなんて一体どこの誰だというのですか。いやー、サンダルで来たの？そしてもう何とも言えない、不思議な格好していますが、死ね、この辺りに知り合いはいるのですか？さあ、わかるわけない。すっごい、まあ、そりゃそうだよな。知らない場所で、急にどことかしこも知らない場所で、アルセウスに何の情報もなく連れてこられて、あいつ、誘拐犯やんぞ。あいつ、とんでもね、誘拐犯だぞ、ほんと。なるほど、大変ですね。では、行く後あるのですか？わかりませんね。当てのない旅ですよ。これとよくよく見た胸の真っ青が銀河団なんだっけ今回。知り合いもおらず、寝場所もない。とても軽いようですが、そもそも生きていけるんですか。んー、まあ、なんとかいけんじゃね、いけるっしょ。スマホあるし。このみじまるたちはどういう気持ちで付き合ってきてんの。そうですね。わかりました。困ってる人を見捨てるわけにはいかないのです。髭剃った方がいいと思うよ。ピポー、いや、鳴き声。いや、お前だけリアルなんだよ。おい、おい、お前だけ、お前だけガム噛んでんだろ。お前だけガム噛んでんだろ、ミジマル。気に入った、お前。お前気に入った。やっぱ俺の相棒はミジマルだわ。そうでした。この子たちに逃げたポケモンを追いかけてきたら、君が落ちてきたのですよ。アルセウスにあれなのかな、なんか認められるぐらいだから、やっぱなんかポケモンに好かれる素質でもあるのかな。この子たちはもしかして君の出現分かっていたのでしょうか。アルセウスの使いだからかな。そうだっけ、ポケモンは分かりますか。さあ。知らね。初めて出してみるの。
オーマイガー、知らないのですが本当にどっから来たというのですか。いやーごめんなさい、ゲームの世界に来たのは初めてでした。この世界いいですか。このたちはポケットモンスター縮めてバケモンと呼ばれる不思議な生き物です。ポケモンだろうが。それで君のお名前はウルセウスです。どうもよろしく。へえ、ウルセウス君というのですか。うるさそうな名前ですね。やかましいわ。不思議な印象の名前ですが、きっと素敵な意味ですよね。うん、ただ単に想像しいという意味につけました。ごめんなさい。おっと、ソーリーソーリー、ヒゲソーリー。僕はラベンダーです。ポケモン博士をしているのです。なるほど、いい匂いがしそうだけど、その髪の中が気になるな。その帽子の中が気になるな。実はハゲなんじゃねえの。ポケモンたちのことを詳しくさま、あれこれ研究している、あれこれしている研究家なのです。今はこの子たちを、解剖しようと。いや、怖っ。ああ、そら逃げるわ。そら逃げるわ。おお、可愛いポケモンたち、どうして逃げたりするのです。逃げたポケモンたちを追いかけるのですよ。ここから操作。待ってくださーい。ここから操作ですかね。なんで、ここから操作。あ、なるほど、ダッシュ押し込めなんだね。ああ、じゃあ、モンハンみたいな感じ。うわ、すごい自在に追い上げる。これジャンプ。あ、なるほど、しゃがみはあれか。A ボタンは何。XY。あ、違う、勝手に動いた。特にあれだね。B がしゃがみっぽいね。あ、何かが光と音を発している。いや明らかにスマホでしょ。で調べる、話すはええね。 OK。 はい、これスマホだが、なんかアルセウスモデルに改造されてんだけど、絶対こういう携帯カバー出んじゃん、いずれ。ウルセウスはスマートフォンらしきものを拾った。うんでしょうね。おそらく自分のスマートフォンだが形状が変わっている。カバー出るぜ絶対。それに不思議な力を感じる。どんな力。画面にメッセージが表示された。え、アルセウスと一緒であれなの。アルセウス号に指名を託す。全てのポケモンと出会え。鬼畜、何匹いると思ってんだこの世界。鬼畜じゃない。で、カメラ操作。あー、カメラ操作あるんだね。あ、すごい操作しやすいかもしんない、みんな。あ、いいね。すごいわ。いいよ、これ。だいぶ自由聞くわ。あ、で、これ何？おー、ジーザス。はぁ、全然当たらないのでーす。ペガサス・ジェイク・ローホンドみたいにやめろ。おー、空が惜しきな人。いや、ウルセウスって呼んで。助けに来てくれたのですね。ポケモンを捕まえるためにいくつかボールを投げましたが、全然ダメなのですよ。下手なんじゃない？そうです。まずはあの子たちに逃げたポケモンについて説明いたしますね。いっすよ、知ってますから。モクロです。いや、なんか言って。モクロは光合成という草の特徴を持ち、鋭い羽を飛ばして戦うようですね。可愛らしいですね、ほんと。クボー、相変わらずだな。まあもう相棒戦決まってるからね。あちらにいるが火の嵐ですね。火の嵐の背中に燃えている炎は怒ったり驚くと勢いが増すのですよ。で、プシュだろ多分。プシュ、相変わらず炭酸の音で、ミジュマル、お前も大事なんだよ。ライトにだけ。池のそばにはミジュマルと言います。ミジュマルは水中に浮かんで寝たり、お腹の貝のようなもので戦ったりします。ガムメ。あれ、お前やっぱ人間なんじゃねえの？こいつだけおっさんくせえぞ、なんか。あーっと、大事なことを忘れていました。ポケモンの捕まえ方ですよね。いや、聞いてませんけど。さとして同じね。はい、モンスターボールです。これを投げてポケモン捕まえる。すっごい原始的ね。うるせえさ、モンスターボールを50個すっげえくれんじゃん。序盤と思えねえくらいくれんじゃん。野生のポケモン投げ捕まえるためのボール。まあ、みんな知っての通りだけど、モデルが違うね。おっと、ソーリーソーリー。これだ、セーブすぐですね。いいですか？ポケモンは不思議な生き物と言いましたが、嘘です。では、何が不思議なのでしょうか？それは、どのポケモン小さくなる特殊、習性を持っている。小さくなる習性を持ってんの？そして、モンスターボールです。最近開発されたばかりのボールをも、あ、なるほど。つまり、それで小さくなって生活してるってこと？ボールの中で。え？そんな仕組みだったの？モンスターボールって。なんと、ポケモン小さくなってモンスターボール、そうなの？小さくなってたの？モンスター自体が。モンスターボールに収まります。つまり、捕獲できるというわけで、あれ、できる？あれかと思った。モンスターボールの効果に強制的に小さくして、なんか、ぎゅうぎゅう詰めしてるのかと思ったけど、違うんだね。他に頼る人はいません。逃げた3匹の捕獲を、ね、全員捕まえていいの？僕するにはモンスターを良くなってボールを投げる、とてもシンプルです。僕には狙ったところに投げる才能はありませんからね。まあ多分俺もオート機能ですよ、多分。ポケモンは ZR を押しっぱでスティックを狙い定め、そのまま歩いて R スティックの右を変えることができる。これ、重視スティックを言えね。押しっぱでして ZR が指を離すと構えたモンスターボールを投げる。なるほどね。投げずやめたいときは B ボタン。OK。じゃあ試しにミジュマルとかモクロを捕獲してみるか。あ、かわいい。お、よ。くらえ？あ、でも投げらんねえ。あ、ちょっと待って。可愛すぎて投げらんない。いけ、モンスターボール！これどうなんだろう？捕まったの？あ、捕まったっぽいね、なんか。うわぁ、なんか花火出た。あ、おー、素晴らしいです。ポケモン捕まえましたね。これもしかして1体しか捕まえらんない？危なかった。だったら、うるせえスクープポケモン捕まえる才能は？はい、ここで生きていくのに有用です。いや、これ、危なかった。身近に最初捕獲してるんでよかったな。逃げたポケモンあと2匹です。それにしても君は珍しいことポケモンを恐れていないようですね。まあ、知ってますからね。さっき嘘で言ったけどね。で、ネイルスティック狙いながら、なるほど、こんな感じで、ほっ！で、モクロもどっかにいると、これも勝手に近くにいなくてもあれなのかな？あ、勝手に、あー、なんか勝手に、これ、あー、勝手に来てくれんね。いいね、いいね。
うるせえすくん、ブラボー。世の中にはポケモンを捕まえるどころか、近づくことすら恐れる人もいるのに。あと一匹です。さあ、探しましょう。捕まえましょう。捕まえましょう。殺せ、殺せ。いや、怖い、あいつ。あいつ怖いわ。で、モクロ確かこっちの方にいたよね。あれ、モクロどこだ？モクロー、どこ？ちょ、モクロ探すわ。モクロー、モクロー、モクモクロー。あ、いた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 、モクロー。よ、モクロー、元気？やっつった今、やっつったよね。あれ、あーそうです、モンスターボールは 100% で、あーまあやば、そうだったね、今からイベントだったらもう外したかった、もう一度ボール投げてください。はい、わかりました。おい、あ、よそちゃんに食いついてくれんね。音が特殊。なるほどね、こんな感じで何回も何回も試していけってことね。了解した。はい、これありがとうございます。いや、助かりましたよ。いいですか、君に捕まえたまた3匹のポケモン調査のために村に運ばれてきたばかりで、誰の言うことも聞かないのですよ。俺の言うことは絶対聞くよ。さっきも言ったように君の落下を分かったかのように村を飛び出してしまうし、何してもルセウス君、君のボールさばきなく驚きです。やっぱこれ名前のせいでちょっとアルセウスって勘違いされたね。俺これ来たばかりなのになぜそんなにうまくポケモン捕まえられるんですか。いや、勘かな。君の出現で何かしらの意味があるように思えるんですよね。洋服がまだ一般市民だから違和感すごいんだよな。全てのポケモンと出会え。アルセウス本、いや勝手に名前つけんなお前。不思議な品物ですね。まるで君を導くかのよう。なんで知ってんの名前。俺すら知らなかったよ。謎のスマートフォンだったよ今まで。いきなりですが、いいですか、僕の夢はこの地方初めてのポケモン図鑑、僕の夢はこの地方初めてのポケモン図鑑を完成させることです。言い間違えちゃいましたね。わかりますか、ポケモン図鑑。あらゆるポケモンを記録していく、とても先進的素晴らしい研究です。ただのポケモンを記録するにはポケモン捕まえる必要があるんですよね。ですがモンスターボールは返すばかりでうまく買いポケモンを捕獲できる人は少ないです。ここで君、ポケモンを隠する才能の持ち主ですよね。すべてのポケモンと出会う君と、あらゆるポケモンを捕まえてほしい僕、利害は一致している。そう、お互い協力し合えるのですね。どうでしょう、お助け合うというのは。困るなぁ。どうでしょうか、助け合うというのは。強制、ちょっと、やめてくださいよ。どうでしょうか、助け合うというのは。どんどん近づいてこないで。どうでしょうか、助け合うというのは。どんどん近づいてこないでいただけます。わかりました、わかりました。行きゃいいんでしょ、行きゃ。正体不明の君ですが、ポケモン図鑑完成という目的のため僕は君を利用させてもらいますよ。やっぱこいつ黒幕やんけ。こいつの笑顔なんか嘘くさくてやだ。とりあえずポケモンたちを村に連れて帰りましょうや。君の衣食住も手配せればなりませんしね。それでは案内します。僕たちはことぶき村に、ことぶきシティですか。強制連行ん、なんだかおえーみたいな鳴き声聞こえたけど、空の裂け目、絶対アルセウスなんかやってんじゃん。アルセウス以外の関係性なんか、でもアルセウス的にあれを何、自分を止めてほしいのかね。未だにまだ謎大きい存在。果たして今後どうなることやら、次回。いや、まだ普通に全然続くんだけどね。いや、ことぶきシティ着きましたね。モンバーさん、いつもお疲れ様です。こちらは僕とポケモンの恩人ですね。村に招き入れますよ。オーケー。いや、クール、モンバーさん。足遅いね、この子たち。いや、すごい不安そう。あんな上になんかひび割れてんの見えて誰も焦らないんだね。それはそれで怖いよね。あれなんか、モンバーさんの人でなんか守ってる人たちなのかな、この村を。へえ、いいね、雰囲気。あー、村って感じじゃない、本当に。あ、なんか窓動画さんのドアあれあるね。こちらですよ、僕についてきてください。相変わらず話し方の癖強えな、こいつ。オッケー。ことぶき村は銀河団のみんなの、おかげでここまで発展し、へえ。今歩いたら、ミオ通り、ミオシティの通りみたい。見ないか、これね、調査者の新人。どっから来たの？やかましいわ。村が出てきて2年ばかり、まだまだ人手不足ですね。そうですね。おじいちゃん、おばあちゃんもいるね。奇妙な風体じゃな。俺見てる？見てる。ガングロじゃん、あなたも。聞こえますよ。あなたもだよ。あなた、俺のおじさん、おじいちゃんじゃないの、この人。俺のおじいちゃん。おお、時間待ってきた。あまり寄らないで。細かいな。いいな。この人は、博士の知り合い？これ近づいたら？色々気になるの分かりますが、まずはついてきてください。あ、ごめんなさい。あのおじさんしか話しない。知らない人と話しちゃダメだって。カツオいいんじゃん。おっと、忘れていました。どうした？逃げたポケモンについての報告しないといけないのでした。君は食堂で待っていてくれますか？食堂ってどこ？橋を渡ってすぐ左に立ってます。ああ、芋づる亭、芋づる式亭ですか？嫌なんだけど。名前嫌なんだけど、アルセウス本先輩。なんですか、不思議な力があって、目的地が分かるようになった。アルセウス先輩言うの。マイナスボタンアルセウス本を使えば地図を見ることができる。うん、目的地のガイドは任務の情報も表示されると。なるほど。なるほど、マイナスボタンを巧みに使っていけということで、じゃあ行ってみましょうか。
いや、こっからワクワクが止まんないね。この子たち話せる？はあ、話せるんだよ。あ、何？若竹！兄貴が家を継ぐからよ。俺は一人で頑張んだ。お前は？ヒサがでっかい危ないポケモンがいっぱいなのに、あんたも一人に来たのか？変な格好だな。悪かったね。何これ？ネギシさん。僕も村に来たばかりでね。みんなにはしゃげてあれこれ教わっているよ。君も実はあれなんじゃないの？来たんじゃないの？強制的に外の村から。え、これ何？え、ちょっと待って、これ調べさせて。何？三尾橋。まんまだね。で、これで、ここはあれかな、芋づる亭かな、芋づる式亭。デントさんみたいな見た目してんな。うろんなやつよの。ムベさん、ムベさん、よろしく、ムベさん。芋づる亭はな、銀河のための店、よそもな、消えた、消えた。へっ。何が食堂で待ってるんだよ。ちゃんと事情話しておいてよ。ん？あ、ひかりちゃん。名前ね、あったのかな、この軸。あなたは何者ですか？見慣れない格好をしていますが。それにそんな薄毛平気ですか？ポケモンに襲われたら大怪我しますよ。何でポケモンはダチだろう。でも、モンバーさんが倒したってことは村の誰かの関係者なのかしら。すっげえコミュ力高いね。主人公コミュ力なさすぎでしょ、むしろ。あのラベ博士ご存知？遠方からいらした博士なの。うん、知ってるよ。でもポケモンに逃げられたりして先が思いやられますよね。無能だし、毒舌。とか言う、私もポケモン電気ショックという技を受けて寝込んでいたのですが、あららら、ピカチュウにいじめられちゃってるじゃん。大丈夫？最初のサトシだったら10万ボルトは耐えれるぜ。そうなのですよ、翔くん。合わせる顔がないのです。え、誰？翔くん？あ、翔っつんだ。博士！この世界じゃ翔って名前なんだ。ですが、もう大丈夫。こちらのルーセウスくんが僕よ。俺だけ異国の人なんだよな、やっぱり名前。俺たちの世界から来たとしてもおかしい名前なんだよな。僕たちの力となるのです。ちょっと気にならそう。どういうことですか？もしかして彼を調査隊に？もう、島星隊長の許可もなく隊員を増やせるわけにはいかません、ありませんよ。許可する。ん？島星隊長、んー、どっかに見覚えある顔を近づいてくんな、こっちに。どっかに見覚えあるこのいかつい顔を。いや、あいつだ。ダイパリメイクで、ふーって急に驚いたあの人だ。もっと調査隊にふさわしい実力を持つならばだが、銀河団調査隊隊長の島星だ。赤木さん、こっちだと女体化してんだね。ラベア博士から話は聞いた。逃げたポケモンを確保した能力を役立てる代わりに、異常育獣の提供を求めているとか。見たところ15歳ぐらいか。うん、そうですね。15歳ぐらいなのこの身長。であれば1年前の男たちで働くのは当然。ああ、そっか、この時代はそうなのか。だが素性も知れる人間を追いそれほど雇うわけにはいかねえ。じゃあどうするんです？明日試練を受けてもらう。何するんです？明日か。なるほど。フェアな提案です。あ、ごめんなさい、間違えました。なるほど、フェアな提案ですね。どうです、隊員も一緒に食べながら聞きたいこともあるのでは？あ、隊長か。あ、遠慮する。料理を真剣に向き合うために邪魔されず一人で味わいたい。すごいな、島星隊長。でもしっかりとした人。でも、赤木さん自体が悪い人じゃないからね、もともと。銀河団も悪い人じゃないのかな、この感じ。相変わらず、ストイックな方ですね。では、僕たちは食べながら詳しい話をするとしましょうや。皆さん、いつもの芋餅。いや、一物かと思った。びっくりした。今日は30枚プリーズです。お前もやっぱ異国の人だよな。ムベさん、サンキュー。最高の芋餅ですよ。いやー、それならよかったわ。さっきは提供してくれないと言ったのに、ラベン博士、こちらの流れ物、どっかでお会いなされたのなれたんですか？空に穴がありますよね。時空の叫びって懐かしい。なんかポケモン不思議ダンジョン思い出すんだけど。あったんだよね、ポケモン不思議ダンジョン、時空の裂け目っていう能力。あ、そっから落ちてきたのです。あれ、時空の裂け目だっけ？時空の叫びか、あっちは。まさか。僕、間違えたね。ん？何？僕は科学者です。観測した事実がどのようにルールがあるのか、観測していくのがお仕事。僕には事実が全てです。なんかちょっとこいつだけなんか最高マットティストみたいななんかそんな感じだろうね。いや、全然頭まんねえや。僕たちのいる必須情報には数多くのポケモンがいますよね。はい。草むらや森、水辺などにポケモンたちがどのような生き物か調べるのが、私たちの調査任務となります。知ってるよ？ポケモンは怖い。あ、CM で見た、ここ。どのような能力を秘めている、どういった不思議なことが起きるのか、さっぱり解明されていないのですよ。なるほどね。そこでウルセウス君なのです。はい、なんでしょう。ポケモンも3匹も捕まえました。いいです。3匹もですよ。歩道の他の天才、銀河団にはいないのです。ようやくポケモンの調査ができるのです。3匹！野菜のポケモンは持ってこそってくるが、1匹捕まえるだけでも、みんな苦労しているのに。まあ、浜にいた逃げたポケモンは襲ってはきませんでしたけど、ポケモンを恐れていないがこそ近づき、よく狙ってボールを投げられるのですよ。いや、違いますけどね。ん？調査隊の連中、おかしら人間を連れてきて、のんきに食ってる場合か？ムベさん、きつい、厳しいね。隊長なんて中でも芋餅を10人前も。ポケモン図鑑の完成が程遠いとはいえ、焼き食いにも程があるぞ。
野星隊長の焼き具の日々も終わります。さあウルセックスもどうぞ。空が落ちてきた君も銀河団に入れば食事も寝るところも安心ですよ。というわけで私銀河団入ります。ガツガツ食うね。ウォーウォーウォー俺だけのってなりそうだけど、夜にまで食ったのお前ら。すっげえ食うな。綺麗空。いやデリシュアスでしたね。そうですけど、いいのですか？ウルセウスは試験に受からないと、調査隊のメンバーにはなれませんよ。ウルセウスの実力でした。大丈夫。合格間違いなしです。あ。だといいな。あ、はい。ウルセウスとやら、今夜あちらの宿舎を提供する。どこ？わかりづれえな。あ、そこね。オッケー。一番端っこね。だが試験に受からねば、明日から村の外で生活。最悪、のたれ死にだな。平気ですよ。どうせ最初、シュドレアルでしょ。あ、行っちゃった。島伏隊長と翡翠地方、厳しいという意味で似てますよね。僕たちを守るためには強く振る舞っているんですよ。実は優しいんだ、見えて。空から落ちてきた人、布団から落ちないですよね。それでは、グッドナイト。あいつも異国の人だろ。おやすみなさい。空見た、びっくり、飛ぶのかと思ったわ。空の裂け目、落ちてきた人、不思議なこともあるものですね。あの高さが落ちたら死ぬけどね。早速宿舎行ってみよう。今回そのなんか調査の試練みたいな受けて今回動画終わるか。あまり長くなってもあれだけどさ。でもさすがにちょっと何もないったらちょっと嫌だよね。何ここなんかすげえなんか、モンハンの宝箱みたいな、すっごいいい場所くれたな。あんな口悪かったすっごいいい場所くれたな。どうしよう。とりあえず寝ればいいの。土足かと思った。あ、裸足になってるちゃんと。小負け。え、何？日記帳？調査の心について、翡翠地方で調査を行ったり、知っておくべき知識をまとめたものを上ボタンで開くメニューのは、ヘルプかいつも読みを返せますと、はぁ、団員これ、レポートを書くことで日々の活動を記録して残すべし。なるほど。レポートね、あ、それまでの状況セーブ、さらにお任せレポートを使えば、自動で、メニューのヘルプからオプションで変更と、なるほど。なるほどね、これでレポート、なるほど、十字ボタン上でなんか、レポート書けるってわけね。で、これ、なんか、操作ガイドとか、なんか、オプションで操作とか変えられるのかな。カメラはまあ、リバース、話の速さ、ちょっと早、まあ、早いでいいでしょう。カメラちょっと、いろいろちょっと設定いじってみるね。お、レポートのいていいね、今みんな。じゃあ休もっか。早速寝ましょう。明日の朝まで休みますか。なるほど、なんか、てれれれれってって BGM 流れそう。いや、多分ね、今回のこのアルセウス、レジェンド・オブ・アルセウスね、俺ね、あれだと思う、このアルセウス首飛ばされて、誰が首奪って、それで、アルセウスよ、怒りを沈めたまえとか言って、多分腕、頭捧げんだと思うんだよね。何これ、すごい、うわ、ライデイン！いや、ギガデインか、あのレベルは。ブロッコリーに落ちたけど。泣き声じゃ誰だかわからん。まあ、とりあえずなんか、翌日、キートン山田さん。ああ、もういなくなっちゃったんだよな。まあ、こう、なんか急にモンハンライズの更新データダウンロードできました。出たんだけどいいんだよ、どうでも。おはようございます、ウルセウス。すごい雷があったようですね。あれ、雷じゃねえ。人為的に起こされた罠だよ。試験ですね、応援してますから。どこにいんの？帰ってきてもええじゃん。そんな俺信用されてない。もういいもん。俺外出てやるもん。よ。いい天気ですね。見知らぬ世界、慣れない場所でゆっくり休みましたか？まあまあかな。さあ、本部に向かいましょう。島伏隊長がお待ちですよ。じゃあ行ってみよっか、島伏隊長のとこ。いいね。だいぶストーリー面白そうよ。なんか、モンハン感とかいうか、なんかこんな感じあるよ。このおばさん何？よ、こんにちは。死の、虫使いなのかな？働かざる者食うべからず生きていくのに死だよ。あ、死のさんいいキャラしてんね。この人たちは何？店や。髪型を変えれば気分が変わる。気分が変われば運気も変わります。沢さん、いい人。この人は、チャロン。珍しいお召し物。どっからいらしたのかしら？なるほど。これはなんか新しい衣類とか作ってくる人なんだろうね。ムックルンの好きなもん。とかいつポケモンと共存したやついなかった今。あいつムックルンの好きなもんとか言って、あれなのかな？まあ、鳩みたいな扱いなのかな？まあ、とりあえずやってみるか。いい場所。BGM もいいね。本部1階が調査隊の、しっかりしてください！キネさん。誰？野生のポケモンたちに襲われた。相棒のポケモンを繰り出したが、群れの相手では多勢に無勢だな。遠くまで出かけるからです。医療隊が治療しますから。なんかいろいろ揉めてる警備隊で、しかも相棒のポケモンを連れていても野生のポケモンに襲われて負傷するのですよ。試験を受けるにしても相棒がいないと厳しいかもしれませんね。だったら水丸選べばいいじゃん。チャオシ隊長、ウルセウスです。はい、どうもウルセウスです。許可する。入れ。島星さん、すげえ、ほかげみてえな、なんか机になってるわ。ふふ、場違いな格好。もうちょっとなんとかなんなかったのか。説明する！入団試験だが、黒曜原野にて、ビッパ、ムックル、コリンクという3種類のポケモン捕まえてもらう。あ、楽ですね。3種類も捕獲ですか？銀河なんてそんなことできた人なんていませんよ。
昨日も3匹捕獲したのだろう。同じようなもんでしょ。ラベン博士の言っていたことが事実であったとすれば、たやすいはずだ。ケイシーいいんじゃん。私たち銀河団にはただ飯を食わせる余裕がない。君が役立つ人間だと皆に知らしめる必要がある。なるほどね。ある程度ポケモンとは共存できてるってわけか。対応する。調査隊専用ポーチだ。あ、ポーチくれた。ありがてえ。ただモンスターボール持ってくれない。すごい簡易的なポーチだった。腰大丈夫？あのポーチ、様になってますね。あ、似合う。さあ行け、ショー。何があれば助けよう。どうも、いよいよ本格的にポケモン捕まえる作業、入団試験ガイドする。ガイド中にしましょう。なるほど、プラスボタンでガイドするのね。チーズボタン、Y ボタンを押すと、引き抜いた任務を完了、必ず達成すべき任務はメイン任務。誰か、なるほどね、サブ任務とかもあるってわけね。なんか、モンハン感あるね、やっぱり。はい、ウルセウス君、僕の出番ですね。あ、来たよ。あ、これでミジマルあれなのかな、選べるのかな。いや、皆さん、改めて、グッモーニング。ラーメン博士、どうなさったのですか。ポケモン図鑑完成のために、そしてここで生き抜くために、ウルセウス君にはぜひとも豪華してもらわねばなりません。そのためには、僕ならある、僕、はい、サポートできることで言えば、はい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 。何？お、来たな。プシッ、プシッ、プシッ。ガムメ。ああ、マジだる。いや、こいつだけおっさんなんだよな、ミジマル。さあ、ウルセウス君、気になるポケモンの君の相棒を選ぶのです。いや、こんな一択に決まってんだろう。相棒のポケモンいてくれば、野生のポケモンとも戦えますからね。まあ、貴重な子たちですが、まあ、君に興味あるようですから、どうぞ。さあ、このどの子相棒にするんです？決まってんだろ、もう。お前だよ、ミジマル。マジかよ。初めて相棒さんは身締まりするんですが、もちよろしくな。仕方ね、選べちまったね、しかねえか。よろしく。あ、よろしくな。すっげえおさんくさいけどな。名前とか決められんの。身締まりのハマり、君を捕まえたポケモンが相棒になりましたね。では、身締まり入っているモンスターボールをお渡ししますよ。日の嵐たちはどうなんの。あー、もらった。うるせえさん、身締まりをもらった。すごい効果音。トク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 みたいなすごい音したけどね。よいしょ。ちなみにポケモンが入ってるモンスターボールをポケモンボールと呼ぶのです。ドフーピシッピシッピシッ。なんか喜んでるわ。選ばれなかったポケモンたちがミジマルを応援してるみたい。優しい世界。ポケモンたちの方がいい子。この子たちも一緒、あなたと一緒に調査したかったのでしょう。じゃあ3匹連れてこうぜ。そうですね、ウルセウス君が空から落ちてきた時、村から飛び出したぐらいですからね。僕の調査を手伝って、まあまずがね、まあまずは僕の調査を手伝ってもらうわ。コケ使うわ。ゴミ野郎め、最悪っつってるもん、絶対。なんかもうあいつは殴る練習してるもんな、日の嵐は。ちなみに試験ではどのようなポケモンたちを捕まえ、ビッパ、コリンク、ムックだったかな。黒曜原野にかっこいいな、黒曜の原野って改めて見ると。では試験で使用するモンスターボールをどうぞ。何個使うの？モンスターボールを、20個。これ前のモンスターボール傷あれなの？あるの？手付けるモンスターボールですが、捕獲性能は確認済みですよね。君なら大丈夫です！グッジョブ！いよいよですね。入団試験の場に行くなら本部を出て左に向かってください。はい、わかりました。行ってみましょうか。お、外出ようと思ったら誰かいるじゃん。ショーか、ショーと誰かいるじゃん。誰？あ、誰この人？白田さん？髪型的に。あ、でも男だ！キテレツなみなりですね。あなた、面白いです。白田さんなのか、これ。自分はウォロー。胃腸紹介のものです。胃腸紹介。あなたの噂聞いてますよ。それが落ちてきた。身長でけ。2メートルぐらいあるか、これ。自分とは気になっていて、なんとポケモンも宇宙だ。実に興味深い。これが次期チャンピオンになるんだもんな、このせがれが。珍しい人、物、ことを確かめるには、商人の差が。どうです？お互いのポケモンで腕がめず、いきなりバトルすか？まあいいですよ。ますますこの場所、あなたはとても面白いですね。試験のことは小耳に挟みましたよ。ポケモン体力、HP が0になったら負けですよ。では、景気づきに腕比べ開始。じゃあ、これ、今回これやって終わろうか。おお。一応しようけど、かっこいいバトルのエフェクト。ちょっと待って、かっこいいんだけど、丸押せないし。あ、押せた。トゲピーチャッキッピーって感じだね。湯気、ちげまるみや、みじまるいけ。うわ、だり。あ、メスなんだ、うちのみじまる。なんであんなおさくさい。ピーチーメじゃん。すげえ技とかある。ちょっと待って、自在に動けんだけど。なに、体当たりかませ。いけいけ、すごい自在に動かせる。これ、メルバイターどうなんの？メルバイターどうなんの？これ。うわあ、転ばされる。ちょ待って、すごい、これ臨場感ある。すごい臨場感ある。イケメンじまる。うれいいぞいいぞいいぞ。俺も援護する。俺もこいつはいいですか。やめろ、うちのめじまる手出すんじゃねえ。てめえ許さねえぞ。何でてめえうちのめじまる手出してんだ。よし、ポグビーはつけた。いや、すいません、あ、お口がこたら汚くなってしまいましたね。おほほほ、決着。ポケモンの技、道具、使いこなせば世界が広がるでしょうね。あ、ちょっと怒ってそう。ごめん、そりゃそうでしょうね。あんなトレーナーがね、がっつり巻いてたらね、怒るでしょう。新しい技覚えた。泡かな？シェルブレードだっけ？
まだか、ポケモンを競わせるのは楽しいです。競わせて育てればさらに技も覚えて強くなります。というわけでポケモンの技、ポケモンのレベルが上がると使える技が増えることがあります。ああ、まあこれ覚えてるね。ですがポケモン連れている人間があまりいないですからね。皆さんボール使えばいいのに。やっぱ怖いんだろうね。それではお互いのポケモン元気にしましょう。休暇。あー、てんてんてれてんじゃないのね。この時ないのね、まだ。空が押し切った人にお礼に傷薬もどうぞ。あー、ありがとうございます。傷薬5個、ありがとうございます。あざっす、あざっす。ポケモンが弱ったら傷薬をお付けください。試験。自分は応援しますよ。自分はね、銀河隊員が増えることということはお客様が増えることですからね。なるほど。イチョウさんもなかなか今後出会うとこあるそうだね。なんかこの人ライバル的なポジションか。にしてもバトル楽しかったり、すっげえ自在に動ける。すごい捕まえるだけではなく、ポケモンと一緒に戦えるんですね。まあ、絆はすごい深いからね。では、黒曜の原野に出発です。まあ、それは次回なんですけどね。トブキ村から外に出るときは、地図で行き先を選んで、門番のデンスケさんにも教えてあげてください。デンスケさんね、ポケモンに襲われたりして気絶したとしても助けてもらえますか？有能じゃん。すごいうなずく。あの人無言なんだよな。表門を抜けたら、いよいよ試験ですね。よし。それじゃあみんな、今回の動画ここまでするわ。じゃあ次回、試練やっています。それじゃあ、次回の動画でみんなまた会おう。バイ！